Radio Dialogue。 3月15日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして佐藤圭です。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、先週お伝えした通りなんですけれども、はい、現在我々海外取材に来ておりまして、はい、イラクの北部クルド自治区に滞在をしております。なのでこちらは、プレミア配信という形で、はい、前までプレミアム配信というふうに、ね、なんか言葉がねよくわからなかったですけども言ってたんですけど、勘違いしてたんですけど、はい、プレミア配信ということで、はい、収録の配信でお送りしております。ただ D4P スタッフはチャット欄で皆さんお待ちしておりますし、いつもと変わらずメッセージなどいただきながらお聞きくださると幸いです。はい、また追って僕たちも聞き直したいなと思ってますので、はい、そうですね、よろしくお願いします。さあ、今夜は映画プラン75から命を見つめると題して、映画監督の早川千恵さんにお話を伺っていきます。皆さん、このプラン75をご覧になったことがあるでしょうか。ある方もない方もぜひ今日のお話聞いていただけたらなと思うんですが、高齢者、特にその75歳以上の方々が死を選ぶという、 こう制度が整備された社会がこの映画の中で描かれています。で、選ぶっていうとすごくね、はい、ポジティブな響きなんですけれども、うん、選択肢が増えるっていうような、ね、はい、ただこの後の話にもあるんですけれども、実際にはじわじわと選ばざるを得ない社会がそこに築かれているという、うんうん、で、果たしてこれは架空の本当にこう私たちに訪れない未来なんだろうかということを、私たちもこう現実にこう重ねながら置き換えながらこの映画を見ていました。はい、収録配信とはなりますが、このあと21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、いつも冒頭ニュースから皆さんにお伝えしているんですけれども、はい、今日は収録配信ということで、このままゲストコーナーの音声をお送りしていきたいと思います。はい、その前に私から、簡単に早川さんのプロフィールをご紹介いたします。早川さんは映画監督で、2018年に是枝裕和監督が総合監修を務めたオムニバス映画10年10 years Japan の一編、これ短編なんですけれども、このプラン75の監督脚本を手掛けました。そして2022年その短編から物語を再構築した長編第一作プラン75はカンヌ国際映画祭ある視点部門に正式出品され、新人監督に贈られる、ここ来て、うん、新人監督に贈られるカメラドールの特別表彰を受けています。ちょっとですね、収録時に早川さんの、はい、いた場所が若干工事を行っていまして、うん、ちょっとだけカン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 なんていう音が、漏れ聞こえてくるんですけれども、早川さんの音声は、滞りなく聞こえると思いますので、私たちがこれからどんな社会を未来を選んでいきたいのかというその一助になるような、そんなお話をここから聞いていただけたらなと思います。では早川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、映画プラン75なんですけれども、はい、これからご覧になるという方もいらっしゃると思いますので、まずは映画の中で流れるプラン75の CM の音声がありますので、ここで皆さんにお聞きいただければと思います。はい、未来を守りたいから。人間はね、生まれてくる時は選べないから、死ぬ時はね、もう死ぬ時ぐらいは自分で選べることができたらいいだろうなと思って、ちょっと自分でそういう死に方っていうのは決めることができたら安心だなと思って、何の迷いもなかったです。好きなことやって、やりたいことやって、いい人生だったんじゃないって言うと思う、みんな。プラン75は、75歳以上の方ならどなたでも無料でご利用いただけます。
ご利用者の皆様一人一人に寄り添った手厚いサポート、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの最期をお手伝い、プラン75。ということで、劇中で流れるプラン75の CM を皆さんにお聞きいただきました。どうでしょう、このいや何の迷いもなかったですというこう潔さみたいなものを前面に出して、あくまでもお手伝いサポートですというこう言葉遣いで、これは高齢者の人たちが自主的にこう決めたものなんだっていうことがこう強調されているのが、かえってこう何かこう背筋に寒いものが走る感覚が私にはあったんですが、彩香さんご自身がこのプラン75のような世界をこう描こうと思ったきっかけというのはどういったものだったんでしょうか。そうですね、今から振り返るとこの映画を作ろうと思う前に、その日本社会に対する違和感とか憤りみたいのを感じていたなと思うんですね。例えばすごく過剰な自己責任論がどんどん広がっていたこととか、例えばなんていうんですかね、こう社会的に弱い立場にある人たちへの風当たりがどんどん強くなっていて、すべては自己責任で何とかしなさいっていう風な風潮というか、社会的なプレッシャーがどんどん強くなっていく中で、なんか生きづらい人がどんどん増えていってるんじゃないかっていう気持ちがあったんですね。で、それと、まあ、同じ時期というか、まあ、同時に、この、なんていうか、人の価値を生産性で語るような言動が、増えていった気がして、なんか、すごく他人に厳しく深いような社会になっていってるなと思っている中で、2016年に相模原の障害者施設の殺傷事件が起きて、はい、なんというか、あの事件が、その起こるべくして起こった事件だと感じたんですね。あの時ものすごい衝撃を受けて、あれがなんかすごい特殊な人が起こした特殊な事件ではなくって、こういうどんどん深いような社会で起こるべくして起こった事件だと思った時に、ものすごい恐ろしさと危機感を感じて、そこでこの映画を今作らなければならないというふうに感じたんです。はい、この映画をご覧になった方はすでにお感じになってくることではないかなと思うんですが、特にその映画の冒頭がまさにそのあこれ相模原で起きてしまったこう事件にこう重なるなというふうにこう私もこう思いながら拝見しましたし、あの事件がこう突発的に起きた事件ではないんではないかという視点、この社会を見つめる上で非常にこう重要なところだと思うんですが、何かこの、まあ、相模原事件をこう起こした男性が主張していた、まあ、こう実態を伝えるためにあえて言葉にすると障害者なんていらないという、誰か特定のこう集団をこう排除していくようなこう言動と、このプラン75のこう世界でこう描かれているこう世界観、価値観というものが何かこう通底してしまうものがあるなと私も思うんですが、先ほどのその CM 音声をこう聞いていると、こうもう潔くこう去っていくということがまるで美、もう美しいことであるかのような、こうなんていうんでしょうね、こう刷り込みみたいなものがなされて、で刷り込まれれば刷り込まれるほど、こう自分はまだ生きたい、生きていたいという人に対して、それを望む人に対するこう、冷たい視線が注がれてしまうようなこう悪循環みたいなものがこう生まれてしまうのではないかという、そういうことを私は想像しながらこの映画をこう拝見したんですけれど、その点については早川さん、どういうふうに捉えていらっしゃいますか。そうですね、このプラン75ってものすごく打ち出しが明るくって優しくって使いやすい便利なものという形で打ち出されているんですけれども、実際はとっても非人間的なことが行われているにもかかわらず、そういったネガティブな要素を隠して印象操作をしているっていうところを見せたかったんですね。でそれを
プランを使う入る人っていうのは若い人や社会のためにあの役に立つことができるんだ、その自分が人生を退くことでこそが、それがもう美徳っていう刷り込みを本当にしてくるというか、うん、でとってもそのこのシステムを作った人からするとものすごく巧妙にあの仕組まれたという仕組まれた操作されたものだっていうところをこうあのほのめかしたかったというか、うん、確かに。でこの CM が流れているシーンっていうのが高齢者の集団検診をやっている会場なんですね。でその劇中でもその未知の友達の稲子っていうおばあさんが、まあ、こうやって健康診断受けに来るのはちょっと肩身が狭いねっていうことを言うセリフがあって、その長生きする死体みたいでっていうセリフがあるんですけれども、その以前だったら長生きすることはもう素晴らしいこと、良いこととされていたのに、今はもう長生きすることが恥だとか悪いことっていうような人の迷惑にかかることっていうようななんかもう刷り込みがあのされているというまあ状況なんですけれども、それってもう今の現代の社会でもすでにあの起きている現象というか、そういうふうに思ってる人たくさんいるんじゃないかなと思っていて、特にあのシーンはあの作ったんですけれども。なるほど。いや今おっしゃったように確かにその健康診断の会場で待合室でこのプラ75の CM が流れるんですよね。それが非常にこう生々しい提示といいますか、でそれともしかするとこう重なることかもしれないんですけれども、もう一つ私が非常にうっと思ったのがこう炊き出し、まあ、つまりその困窮者の方々が集まってくるであろう場にプラ75のこうブースが置かれているっていう様子もまた私はこうとこう締め付けられるようなこう思いで見ていたんですけれど、あの CM で打ち出されているような自主的な、あくまでも自発的な選択なんですということを打ち出しながらも、まあ、実際にこう格差と非常にこう密接に結びついている、果たしてこれは自主自発的と言えるのかというところが問いかけられたように思うんですけれど、その点については早川さんいかがですか？そうですね、まさにこのシステムを作った側の真意が垣間見られるシーンではないかなと思うんですけれども、その彼らのが本当にターゲットにしたいのは、彼らが言うそのいわゆる社会の役に立っていないとか生産性がない人、国のお金で支えなければならない人の数をとにかく減らしたいっていうそのプラン75を作った人たちの意図が透けて見えるというか、で、あそこの炊き出しのシーンでそのポスターが貼ってあるんですけれども、はい、そこにはその住民票がなくても申請できるようになりましたっていうふうに書いてあるんですね。確かに、はい、でそれってお家のないホームレスの人でも申請できますよっていうことなんですけれども、もうその自分たちがターゲットにしたい人たちに対してその間口を広げようとする、あのより使い勝手が良くて便利にサービスにすることによって自分本来の目的を遂行しようとしているなんかおどましさというか、うん、をまあ皮肉るようなシーンにしたかったというか、まあ、例えばそのこの制度を成立させたであろう、その国会議員たちも非常にこう今高齢がの方がこう多いということがあの現状としてありますし、まあ、75歳以上で議員を続けている人たちもいるわけで、でそういう人たちはおそらくこのプラン75選ばないのではないかというふうに私なんか想像したんですよね。でそうなると、まあ、このもう炊き出しのシーンなんかがそうですけれど、こう高齢者の中でも命の選別がなされてしまうという、そういった現状が見えてきそうですよね。そうですね、その本当にもういくつか選択肢がある中の一つではなくても、それを選ばざるを得ない状況にいる人っていうのが必ずあのいると思うので、そういった時にこんなシステムができてしまった時にどれほどひどい状況になるだろうっていうのをちょっとあの考えてもらいたいというか感じてもらいたいなと思いましたね。あの
どうでしょう、こう、まあ、この格差の問題ともこう密接に結びつき合っているとは思うんですけれど、この社会の何がプラン75のような制度をじゃあ作り上げてしまうのか、先ほど早川さんがおっしゃったような行き過ぎた自己責任が蔓延するということも背景にはあると思うんですけれど、いろんなこう複合的な要因が重なってこの法案をこう可決されていくと思うんですよね。で、何が作り上げてしまった制度なのかということについては早川さんいかがですか？そうですね、なんか一つはその人に迷惑をかけてはいけないという考え方というか、気持ちが日本では特に大きいような気がしていて、それ自体は人を思いやるということなので全く悪いことではないと思うんですけれども、それが行き過ぎてしまうと助けが必要な人が助けを求められないとか、うんうん、あとはそのいわゆる迷惑をかけてると他人が思ってしまった場合に、その人に対してものすごく非難が向かってしまうとか、そういったことが起こりうる。その中でも、さらに人に迷惑をかけることを恐れる。なんか最初はその心遣いとか気遣いだったところが、それがもう恐れになっていってるというか、その言葉のなんか呪縛のようなものにがあるせいで、とにかくその助けを求めてはいけない、自分で何とかしなくてはいけないっていう気持ちがちょっと強すぎるんではないかなと思った時に、プラン75のようなものってそこをうまくその気持ちをすくい取って、なんていうんですかね、入り込んでしまうようなものじゃないかなと思ってるんですね。あとはもう一つはその想像力の足りなさというか、なんていうか、プラン75ってパッと聞いたときに単純に考えるとすごく便利で合理的なシステムじゃないかって思う人もたくさんいると思うんですね、なぜならこれ強制ではないので、自分で式を選べるっていう選択肢が一つ増えたって、増えるっていいことじゃないかって、自分で自分の死に方を選べるっていいことなんじゃないかと、建前としては、はい、そうなってますよね。っていう、単純にはそう思う人たくさんいると思うんですけども、でももう一歩踏み込んで想像してみたときに、果たして本当に自分の意思で選択できるシステムなのかとか、さっきもしましたように他に選択肢がなくてこれを選ばざるを得ない人っていうのが確実に出てくるっていうことを少し想像したらきっと分かってくると思うんですね。で、こういうシステムが社会に存在することによって、なんか死ぬべき人間っていうような概念が生まれて、なんかあらゆる形で命の線引きが行われるようになるかもしれないって、そういう危険性とかまで想像することができないと、なんか生まれ得てしまうんじゃないかなというか、なんか人の生き死にっていうのはそんな単純にコントロールできるものではなくて、なんかそういう人間の複雑な感情とか、あとは社会的な背景とか要因といったものに考えが及ばなかった時に、こういう制度っていうのはすんなり生まれてすんなり受け入れられてしまうんじゃないかなって思ったというか、もう一つ私がこの、まあ、長編で気になった点が、ちなみに長編と申し上げたのは、以前にこうオムニバス映画こう10 years 10年というこう映画の中で、私は先に短編のこのプラン75をこう拝見しているんですよね。で、その短編のこうプラン75の中では、短い時間だったということもあって、よりストレートな言葉なんかもこうたくさんあって、プラン75のこう、会議と思われる場で、実際にこう、富裕層だったり
お金がある人たちはもうどんどんこうお金を使ってもらいましょう、この制度がこうターゲットにするのはそれ以外の人だということが非常にこうもう露骨にこう語られているとい う, こうシーンもありました。でその短編には描かれていなかったというところで、この長編のプラン75には移民労働者としてマリアさん、フィリピン の, ご出身と思われる方で、ご家族をこうフィリピンにおいて、ご自身だけがこう単身日本にこう出稼ぎのような形でこうやってきているんだろうなということをこう伺わせるようなこうシーンがあるんですね。で、今やはりこう日本社会の中では、こう外国人労働者の方々のこう手を借りずにはもう社会が動かないようなこう状況になって、実質こうなって、ている中でもあくまでも労働力だけ来てください、家族は連れてこないでその労働力だけ提供してねっていう、そういうこう制度になってしまっている。おそらくマリアさんのようなこう立場の方々が、この日本社会にはこう本当にこう無数にこう生きていらっしゃるんだろうなということを私もこう思いながら拝見したんですけれど、こうした移民の労働者の方をこう描こうと思ったその意図をというのはどういったところにあったんでしょうか。まず実際に今日本では介護の人材不足ということで、フィリピン、インドネシア、ベトナムからケアワーカーを迎え入れているという現実があるんですけれども、その、彼女たち彼らから見た日本という国を客観的に見る視点をこの映画に入れたかったっていうのが一つあるんですね。その中でもなぜフィリピン人の女性をというキャラクターを作ったかというと、フィリピンの人ってすごい家族やコミュニティの絆がものすごく強くって、その助け合いの精神がものすごく強い人たちだなという印象が前からあって、困ってる人がいたら助けるのが当たり前、日本のように人に迷惑をかけちゃいけないからとか、そういうふうにこう距離を人との距離を取るんではなくって、もう困った時はお互い様だからって、もう家族でも他人でもわーっとこうコミュニティで集まって助け合うっていうような国民性がある人たちだという印象を持っていたので、それで今の私もなんとかフィリピンに行ってそういうイメージを持っていますね。そうですか、そうですよね。なんかそれってすごく日本が今失っていることというか、なかなか見られないくなってしまったことな気がしていて、それをその対照的にな存在としてこの映画の中に入れたかったというか、あとはマリアっていう、彼女だけがこの映画の中の登場人物の中で、その自分自身の行動規範にのっとって行動している人なんですね。他の日本人の登場人物たちというのは、未知も含めてその自分の気持ちや意思に従うというよりは、例えば国とか会社が決めたこと、ルールとか規則だとか、あとはその社会や周りの人の空気を読みながら、それに影響されて自分 の, 行動をする、意思決定をするっていうような人たちが多く描かれてるんですけれども、唯一マリアだけが、どんなルールがあろうと規則があろうと自分が正しいと思ったことに従って行動するっていう人として描きたかったんですね。確かにマリアさんはその非常にこう主体的に何かこう判断していく。で、一方で、主人公のこう未知もそうですし、他のこう登場人物たちが非常にこう受動的といいますか、特にその、プラン75のこう業務に携わっているこう若者たちが、当初は本当にこう何のこう疑問も抱かずに、こうもう作業の一環としてこのプラン75にこう携わっていくわけですよね。ただそんなこう若者たちがあれというふうにこう何かに気づいて、で揺らいでいくシーンがありました。でここで皆さんに音声をお聞きいただきたいのが、主人公のミチ、そして、プラン75のコールセンターの電話オペレーターを務めるヨーコの会話です。ね、この
コールセンター24時間オープンということで、まあ、の早々にこう閉まる役所の生活保護の窓口とは非常に対照的に描かれているんですけれども、まあ、陽子と道が、まあ、それまではこうお寿司のこう話なんかでこう自然と談笑していたんですけれども、規定の時間の15分の時間を迎えるときっちりそれがこう区切られていくんですよね。で、その15分ですよというふうな、まあ、時間を告げるアラームの音の後の、2人の会話をここでお聞きいただきたいと思います。最後にお伝えしないといけないことがいくつかあるので、いいですか？はい。一番初めにご説明させていただいたのですが、大切なことなのでもう一度お伝えしますね。はい。プラン75は利用者の皆様のご要望を受けて私どもが提供させていただくサービスです。万が一お気持ちが変わられたらいつでも中止できます。はい。明日の朝のことですが、家を出るときに鍵を閉めないで出てください。後ほど担当の者がご自宅へ伺って最終確認と大家さんへの引き渡しを行います。最後までお世話になりますね。こちらからは以上になります。何かご質問があれば。いつも先生とおしゃべりできるのが嬉しかった。おばあちゃんの長話に付き合ってくれて本当にありがとうございました。それではこれで。さようなら。はい、主人公のミッチとそして電話オペレーターの陽子の会話、皆さんいかがでしたでしょうか。まずなんですけれど、この電話口でこうピロリンピロリンっていうふうにこう時間切れですよみたいなこう音が鳴ったと思うんですけれど、これって電話のこうコールセンターにこう限らず、例えばプラン75のこう窓口、実際のこう窓口でもこう手元にアラームが置かれていて、で30分でピピピピっていうふうにこう機械的に区切られていくシーンが描かれていると思うんですよね。でこういうこう何でしょう、こう 無機質な区切りのシーンをどういう意図で描かれたのかという点についてはいかがですか。これはもう効率優先で、合理主義の行き着く先というか、なんか人の生き死にに関することまでもシステマチックに処理していく、そういう恐ろしさというかおどましさを描いたシーンなんですけれども、でその時間ですよ、時間を知らせる、ここまでしかあなたの相手をしませんよっていうことを相手にも同時に知らせるわけですね。そうですね、手元に、ね、窓口でもアラーム置いてますからね、相談に来た方にもその音が聞こえるような場なわけですよね。言葉にしなくても分からせる、なんていうんですかね、いやらしさがあるというか、
でも、そのサービスを提供して、それを仕事の一部となっているあの二人にとっては、それがあまりにも普通に行われていることなので、自分も感覚が麻痺してしまって、それがどれほど相手へのリスペクトを欠いた行動なのかっていうのが、彼らには分かっていないっていう、その、なんていうか、悲しさというか、残念さというか、いうところも描いているんですけれども。なるほど。この非常にこう非人間的な区切りだなというふうにこう伺わせるのが、この例えばその未知とこう陽子の会話では、それまではやっぱりこう特上のお寿司頼んでねみたいな形で、ごく自然に朗らかな会話をこう続けていた2人が、このアラームが鳴った瞬間に空気感が変わるんですよね。で、私はんと思ったのが、こう未知が陽子のことを先生って呼んでましたよね。で、あれなんでだろうと、こう2人の間の何と言いますか、こう、力関係のようなものをこう私自身はこの先生という言葉からこう感じたんですけれど、この故障の意図というのはどういったところにあったんでしょう。そうですね。このコールセンターというのが、まあ、なぜあるかというと、プラン75に申し込んだ高齢者の方たちが、まあ、質問があったり、ちょっと話を聞いてもらいたいときに、いつでも電話をかけられるコールセンターということなんですけれども、まあ、彼らからすると、お年寄りがその死ぬことを、気が変わらないように誘導しなければいけないっていう一番の、目的があるので、もうとにかく優しく話を聞いてあげながら、でもあなたの、決めたことは間違いじゃない、怖いことはないからといって、その日を迎えさせるまでこうサポートするっていうような、オペレーションというか、電話の、センターなんですけれども、だから未知からすると、その自分の悩みを聞いてくれたり、自分の不安な気持ちを聞いてくれる心理カウンセラーのような人のような存在で、だから自然と、まあ先生というふうに呼んでしまうというか。あとは、未知自身が、その自分より若い相手を見下したり、説教をしたりするような人ではなくて、常に相手を、まあ、リスペクトしている、その彼女の誠実さを表したくて、まあ、未知だったらきっとこうやって呼ぶんじゃないかなと思ったというのが一つあるんですけど。まあ、その未知の人柄がこう言葉のこう要所要所にこうにじみ出ているなというふうに私も思うんですが、そんな未知とこう人間的な交流を重ねる中で、まあ、電話口でもあったように、こう陽子の動揺が伝わってくるんですよね。で、本当にこう作業として自分の業務をこなしていた若者たちが少しずつ疑問を抱き始める。でも気がついてしまう、こう疑問を持ってしまうことでこう始まる苦しみもあるんだろうなと私はこう感じながらこう見ていたんですけれど、この点にはどういった思いが込められているんでしょう。そうですね、おっしゃる通り、本当にこれまで何の疑問も抱かずに、ひたすら受け身で仕事をしていた若い人、まあ、陽子もそうなんですけれども、ヒロムという市役所でプラン75の窓口で働く彼にしても、まあ、未知だとかおじさんと交流する中で、この人に死んでほしくないっていう非常にシンプルな、人間的な感情を取り戻すですね。で、それで初めて自分がどれほど非人間的なシステムに組み込まれていたか、無意識にその仕事をしながらそういうシステムに加担していたっていうことに気づいてしまうんですけれども、まあ、気づいたことによって彼らはこれからきっと苦しむことにはなると思うんですが、まあ、その気づいたこと自身自体がこの映画の肝になるのではないかと、その希望の一つにしたかったっていう思いがあります。
本当にそこに、まあ、先ほど皆さんにこうお伝えした通り、そこから始まってしまう苦しみもあるかもしれないけれども、じゃあその疑問を抱かずにこう流されていく社会が望ましいのか、でそれでもその疑問が集まっていった先に希望が見出せるのかということは一つのこう岐路なのかなと私も思いました。でこの作品、あの私の周りでもあのご覧になった方がこう非常に多くてですね、でいろんなこう感想を書き込まれている方があのいたんですけれど、これ国内からのこう反響だけではなくて、あのカンヌでも非常にこう大きな反響があったと思うんですけれど、何かその中で印象に残っているこうあの言葉だったりというのはありましたか？そうですね、なんかあの映画を見た後に劇場を出てすぐにお母さんに電話をしたとか、おじいさんに電話をしたっていう、もういても立ってもいられなくって電話をかけてあの声を聞きたくなったって人がすごく多かったのにちょっとびっくりして、あの映画自体はその社会的なテーマを使ったものではあるんですけれども、なんか自分の身近な人を思いながらこの映画を見る人っていうのが多くいたんだなっていうことを嬉しく思ったというか、うん、なんかやっぱりその人間的な感情をなんか喚起されるのであったら、なんかきっとその他人に対するその思いをこう馳せるというか、そういうきっかけになっているんだったらすごく嬉しいなって思ったんですけれども、あともう一つよなんかあの印象に残っている反応として、はい、特にそのカンヌの上映の後にあの向こうの取材をたくさん受けた時によく言われたのが、こうしたあのシステムができるとなった場合に自分の国ではきっとものすごく大きなあの反対運動が起こるだろうと。だけどこの映画で描かれている日本の人たちというのはとってもすんなりこのシステムを受け入れてしまっていて、そこがとっても異様に見えたと言われました。でもそれってすごく日本人らしいなっていうふうにも思ったっていう感想があって、確かにそのデモやストライキが社会の一部とあのなっているようなこう社会と、うん、どうしてもこう日本の中ですとこうそうしたこう抗う人間に対する冷笑や嘲笑というものが非常にこう色濃いとい う, こうあの社会とは、またこのたとえこ う, こうしたあのプランがこう提示されたとしても反応がこう異なるんだろうなというふうにこう思うんですけれど、じゃあそれがすんなり受け入れられてしまうような社会はなぜ気づかれてしまうのかというところにあのおそらく通じてくるんだと思うんですよね。その、まあ、近年例えばそのいわゆるインフルエンサーと言われるようなこう人物から、まあ、の高齢者は集団自決という言葉があの放たれたりですとか、まあ、その放ったあの当事者に対して今度は、まあ、男子生徒が、まあ、これ拡散された動画ですけれども、あの自分も老人は退場すべきだと思っていて、どうしたら自動的にいなくなる仕組みが作れるのかというふうにこう質問するようなあの動画が拡散されたりですとかということが本当にこう最近起きたことなんですけれど、あのこうしたこう言葉だったり、今まではこう語られるのをこうはばかられるようなことが堂々とこうあの、まあ、公の場にこう現れるということが繰り返されていくことによって、何が起きてしまうのかということ、早川さんはどういうふうにまずこうしたことを受け止めていらっしゃいますか？言葉って怖いですよね、の言葉だけで人を死に至らしめることもできるものなので、やっぱり今回の発言を聞いた時も、なんかすごい人の心に対するなんか想像力のない人が発した言葉だなって思ったんですね。ですごく物事をとても単純化して捉えている印象も受けたんですけれども、で発言した本人がたとえ意図していなかったとしても、こうした言葉を聞いて傷ついた人とか恐怖を抱いた人が多くいると思うんですね。で
それでなんか、本当に怖いなと思ったのは、その高齢者は集団自決っていう、そのフレーズが批判を受ける一方で、たった数週間の間ですごい勢いで世の中に広まりましたよね。なんか、それが人々の意識に潜在的にすり込まれて、その影響を与えてしまうのではないかということをすごく危惧していまして。で、そんな中でこの中学生の言葉をまた聞いて、すごくひんやりするものを感じたのは、その言葉のチョイスっていうのが絶妙に残酷で、その人の痛みに対する感覚が麻痺してしまっているっていうのが感じられる。で、それが本当に元の発言をした人にも言えることなんですけれども、その、こういう不寛容さというか、不寛容さがこう連鎖していくのをこの目の当たりにしたような気がして、なんかこれでは本当にいけないんではないかと思いました。本当にこう、ある日突然こう、プラン75のような、制度が突発的に導入されるのではなくて、じわじわとこうした価値観が浸透した先に、これが、まあ、何の疑問も持たれず、あるいは、大きなこう抗議活動も受けることなく、まかり通ってしまうんだろうなということは、私も危惧するんですが、これ、最後に伺いたいんですけれども、今日のお話の中にすでにいろんなヒントはあったと思うんですが、どうすれば、じゃあ、このプラン75のような制度が、とは違った未来を選ぶことができるのか、どうしたらこの世界が実際に再現されない社会を私たちが選び取っていくことができるのかという点については、早川さん、いかがでしょう。そうですね。なんか、同じことしか言えないんですけど、想像力を養うことではないかなと思っていて、さっき、話に出た中学生が、例えば高齢者が自動的にいなくなる仕組みを、じゃあ、例えば作ったときに、どういう人が、どういう光景の中で、どんなことが繰り広げられるのかっていうのを想像してみたときに気づくこともいっぱいあるんじゃないかなというか、なんか本当に一番大事なのってシンプルに人の心を想像するとか、なんか理解しようと試みることじゃないかなと思う、ですかね。だからそのためにはもう本当なんか子供の頃からの教育がすごく必要というか重要なんじゃないかなと思っていて、なんか今よくなんかグローバル人材になるための英語力が必要だとかそういうことは言われますけれども、そんなことよりも、なんか自分の頭で考える習慣とか、自分以外の、まあ自分とは違う他者に対する想像力を持つこととか、そういうことを、学んだりとか教えることが今一番必要なんじゃないかなと感じていますね。確かに、本当にこう国境国籍を越えて、海外のことを、まあ、グローバルに知っていくということも大事だとは思うんですけれども、でもそれをするにしても、こう想像力が、何事にもこう想像力が不可欠なわけですよね。で、まあ、この排除の言葉にただ凍りつくのではなく、思考を止めない、思いを広げることを止めないという投げかけを、私自身も、まあ、この映画の主人公たちから受け止めたかなと思っています。で、この映画「プラン75」なんですが、ワウワウのオンデマンドでも視聴ができるほか、ワウワウの実はノートで、早川さんとのこう対談も掲載されております。概要欄にそれぞれのこうリンクを記していますので、そちらもぜひご覧になってみてください。ということで、早川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、早川さんのお話いかがでしたでしょうか。早川さんとは以前に別途対談をさせてもらったことがあったんですけれども、その時にお話しいただいた中で、あっと思ったのが、実はその映画の中で、この映画のタイトル「プラン75」って表示される数字場の、面がね、あるんですけれど、75が
ぼやっと表示されてるんですよね。で、それはつまりこれがこう今の時点では映画の設定の中で75歳だけれども、それが70歳65歳になるかもしれないし、それがさらにこう拡大して障害のある方だったり、こう高齢者に限らず広がってしまうかもしれないし、というその可能性を示唆していたということで、あ、そうだったんだというふうに。でもそれって考えてみると、まあその早川さんのお話の中でね、こういうものがこう、大きなデモだったりですとか抗議運動が起こるのではなくて、ある種こう、いや反対したってしょうがないよねとか、なんかそういう政治的なことはみたいなこう空気の中ですんなりこう受け入れられてしまうような空気感ということをこう考えると、本当にこう架空の話のままでこの映画の世界観というのは居続けるんだろうか、あり続けるんだろうかということは考えました。そうではない未来を選ぶために、じゃあ私たちが今こう積み重ねるべきことは何なんだろうかという、まあ、そうしたことを考える一つの指針になればなというふうに思います、はい。でこのプラン75ご覧になりたいなという方、ワウワのオンデマンドの、リンクを概要欄に貼っております、そして早川さんとそのワウワウのノートで、対談した模様も、概要欄に同じくリンクをしていますので、そちらもぜひ読んでいただけたら幸いです。さあ今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログ for People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。はい、そして先週もお伝えした通り、今月末3月30日、安田夏樹さん誕生日を迎えるということで、はい、バースデードネーション絶賛開催中でございます。はい、ぜひぜひ詳細は概要欄をご覧ください。はい、ちょっと自分で言うのが気恥ずかしいんですけれども、はい、もしよろしければ今、ね、こうして、海外取材に私久しぶりに来られましたけれども、そうした活動の本当に大きな力となります。さあ来週3月22日水曜日の放送ですが、テーマはアメリカの戦争と題して、上智大学教授で、現代アメリカ政治外交がご専門の前島和弘さんをお迎えしていきます。3月20日でイラク戦争から20年、はい、イラク戦争の開始から20年ということになりますが、私たち今取材している中で、イラク側からの視点は、取材報告という形でまた追って皆さんにお伝えしていきたいと思っています。でこの戦争がなぜ始められたのか、なぜ軍事侵攻に踏み切って、でそれが今にどんな影響を及ぼしているのかという、こうアメリカ側からの視点で、前島さんに解説をいただきたいと思います。はい、ということでこのレディオダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田夏樹と佐藤圭でした。ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。